まさかの展開。神宮寺雄太、元 GP 日本 GP でチェッカーフラップ。その意味とは、神宮寺雄太の新たな一面。2024年の元 GP 日本グランプリも手際、レースの結果だけでなく、その舞台裏で繰り広げられた数々の感動的な瞬間でも記憶に残るものとなりました。特に、 日本のエンターテインメント業界で活躍する神宮寺勇太さんが MotoGP クラスのチェッカーフラッグを振るという特別な役割を果たしたことは、ファンにとって忘れられない一瞬となったのです。この瞬間がもたらす感動は、単なる旗を振るという行為をはるかに超え、MotoGP という国際的なスポーツイベントにおいて日本の文化とエンターテインメントが交わる象徴的な出来事となりました。GP は、 世界中で多くのファンを持つモータースポーツの頂点であり、その中でも日本グランプリは特に大きな注目を集めます。モテギ・サーキットは、の難易度の高さと美しい自然環境で知られ、ここで繰り広げられるレースは毎年、多くのドラマと感動を生み出しています。そんな中で、神宮寺さんがチェッカーフラッグを振るというのは、単なるゲスト出演にとどまらず、モト GP と日本のファンとの深いつながりを象徴するものでもありました。 彼自身がバイクを愛しているという背景があるため、これは非常に自然な選択であったとも言えるでしょう。しかし、この出来事が持つ意味はそれだけにとどまりません。神宮寺雄太さんは、アイドルグループ、ナンバーアンダーライン愛のメンバーとして、多くのファンから支持されています。彼の爽やかで親しみやすいキャラクター、そしてバイクへの深い愛情は、MotoGP のファン層とも重なる部分が多いです。 日本の若者文化と世界的なスポーツイベントが交差する瞬間を目撃できたことは、ファンにとって感動的であり、彼にとっても非常に重要な経験となったに違いありません。このように、エンターテインメント業界のスターがスポーツイベントに関わることは、互いのファンベースを広げ、異なる世界が交わることで生まれる新しいエネルギーを感じさせます。このチェッカーフラッグの役割は、 決勝レースにおける非常に重要な瞬間を担うものです。レースを締めくくる象徴的な行為であり、ライダーたちが全力で戦った結果を称える瞬間でもあります。t o GP のファンにとって、この瞬間は勝敗を超えた感動を呼び起こすものです。神宮寺さんがこの役割を担ったことで、ファンは彼のバイクに対する情熱とその背後にある努力を感じ取ることができ、彼の新たな一面を知る機会にもなりました。 これまでエンターテインメントの世界で見せてきた彼の姿とはまた違う、真剣な表情でチェッカーフラッグを振る姿は、多くのファンにとって新鮮で、同時に彼の多彩さを再認識させるものでした。しかし、この出来事が持つ意味はさらに深く掘り下げることができます。神宮寺さんがチェッカーフラッグを振ることは、ただの演出ではなく、モータースポーツのファン層に対する日本のエンターテインメント業界からの積極的なアプローチとも捉えられます。 バイクが好きな若者や、モト g p というグローバルな舞台で活躍するライダーたちに対して、日本国内外の観客がどのように共感し、興奮を共有するかという点で、このような演出は非常に効果的です。特に日本国内でのモト g p 人気は根強く、神宮寺さんのような有名人がレースに関わることで、新たなファン層が生まれる可能性も高まります。これは モータースポーツが持つエンターテインメントとしての側面を強調し、より多くの人々にその魅力を伝えるための有力な手段の一つと言えるでしょう。さらに、このようなイベントが持つ意味を考える際、MotoGP そのものが持つ国際的な影響力を無視することはできません。MotoGP は、単なるスポーツイベントではなく、文化、テクノロジー、そして国際交流の場でもあります。 神宮寺さんがこの場でチェッカーフラッグを振ることで、日本のポップカルチャーが世界に向けて発信され、異なる文化圏との交流が生まれる瞬間を作り出したのです。レースのスピード感や技術力だけでなく、そこに関わるすべての要素が融合することで、MotoGP は一つの大きなエンターテインメントとして完成されるのです。実際、MotoGP は年々その人気を増しており、日本国内でも多くのファンを魅了しています。 特に近年では、若い世代のファンが増加しており、これにはバイクそのものの魅力に加え、映像技術やメディアの進化が大きく寄与しています。神宮寺さんのような若手スターが関与することで、この動きはさらに加速する可能性があります。彼がチェッカーフラッグを振る瞬間がテレビやインターネットを通じて広く共有されることで、バイクに興味を持つきっかけになる若者も増えるかもしれません。これこそが、 スポーツとエンターテインメントが交差することの力強さを示す一例です。そして、バイクレースそのものが持つ魅力にも触れておくべきでしょう。モト GP は、単なるスピードを競うだけのスポーツではなく、ライダーの技術、マシンの性能、そして戦略が絡み合う非常に高度な競技です。特に日本グランプリは、モテギのテクニカルなコースがライダーたちに挑戦を与え、毎年スリリングなレースが繰り広げられます。 ここでの勝利は単に速さだけでなく精神力やチームワークそしてマシンの開発力が試される総合的な戦いですそんな中でレースの最後を締めくくるチェッカーフラッグはライダーにとっても観客にとっても非常に感慨深い瞬間です神宮寺さんがその旗を振る姿はレースにかけるライダーたちの努力や情熱を象徴するものでありその瞬間に立ち会った彼自身にとっても特別な体験であったことでしょう このように、MotoGP 日本グランプリにおける神宮寺裕太さんのチェッカーフラッグの役割は、ただのエンターテインメントとしてのイベント以上の意味を持っています。彼の参加は、スポーツとエンターテインメント、そして異なるファン層の間に新たな架け橋を築く一歩となり、将来的にはさらに多くのコラボレーションや相互影響が期待されます。神宮寺裕太さんが MotoGP のチェッカーフラッグを振ることで見せたスポーツとエンターテインメントの融合は、 今後の展開に大きな可能性を秘めていますスポーツイベントにおいて有名人が登場することは、もちろん観客の注目を集めるための手段として用いられることがありますが、神宮寺さんの場合、それ以上の意味を持つのです。彼自身がバイクを愛し、モータースポーツに対して真摯な姿勢を見せていることは、単なるパフォーマンスではなく、MotoGP のファンと深くつながるポイントとなりました。このように 個々のパーソナリティがその分野に対する情熱を共有することで、スポーツイベントの価値がさらに高まるのです。MotoGP のような国際的なスポーツイベントが、日本国内での存在感を強めるためには、神宮寺さんのような著名人の積極的な関与が重要です。彼がチェッカーフラッグを振った瞬間は、日本国内外の観客にとって、単なるレースの終わりを告げるものではなく、 日本の若い世代の活躍やその文化的背景が国際的に評価される瞬間でもありました。このようなグローバルな場面で日本のエンターテイナーが関与することは、日本文化が持つ多様性とその国際的な影響力を示す象徴的な出来事です。さらに、このようなイベントがもたらす経済的な影響も無視できません。スポーツとエンターテインメントの交差点で生まれるコラボレーションは、新たなマーケティングチャンスを生み出し、 両業界にととって有益な結果をもたらすすことが多いです例えば、神宮寺さんの MotoGP への関与が、バイク業界や関連商品、さらにはイベントチケットの売上向上に寄与する可能性があります。特に彼のような若手アイドルが関わることで、これまでモータースポーツにあまり興味を持たなかった層、特に若い女性ファンがバイクレースに興味を抱くきっかけになるかもしれません。このような新たなファン層の拡大は、 m o t o GP の日本市場でのプレゼンスをさらに強化する要素となるでしょう。また、スポーツとエンターテインメントが交わることで生まれる文化的なインパクトも大きいです。神宮寺さんの m o t o GP での役割は、ファンが彼のバイクへの情熱を知り、彼に新たな親近感を覚えるきっかけにもなりました。このような個人的なつながりは、ファンがスポーツやイベントに対する興味を深める重要な要素です。 彼のような著名人がモータースポーツの世界に積極的に参加することで、ファンは彼を通じてそのスポーツに対する理解を深め、さらに応援したいという気持ちが強くなるでしょう。